よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうもライスゲームズのライスでーす。ですね、6回までに満腹度200、レベル10、レベルはどうでもいいって言ったかな、でも15以上っていうのをね、ちょっと決めて、さらにブフが1つ、保存が1つ、おにぎりが3つ以上、鬼面武者のお肉を3つ以上ということで、こんな感じにやってます。でね、20回までに、闇フクロウの、肉1つ、まあ、トビピータンの肉も実はもう、トビピータン、逃げピータンか。お肉を1つ。で、で、ここからね、トド狩りをね、やっていこうかなと。で、トド狩りが、確か20回ぐらいまでだったと思うんで、まあ、それでね、行ってみようかなと。で、飛行の盾もあるからね、かなり今回ね、ついてるんだよ。まあ、ついてるっていうか、まあ、すげえ、あれだけどな、大根星人だけどね。あ、お化け大根か。お化け大根を結構刈りまくって、いい感じにね、集まってきたんでね、もうあと、トド狩りするだけですよ。もうこの状態だと。もうレベルも19ですしね。実際、歌う狩りも しようかなとは思ったんですけど、まあいいかなと。あと、目薬もあるからね、もう最強なんだよ、この状態。この状態。これ3つあるから、3つ。3つでいいね。こんなにいらねえ。まあ、背中欲しいところなんだけど、このだるまの形の壺が、わかんねえんだよな。だから、行き止まりで使いたいんだから。お、行き止まり作ってくれないね。こいつは無理だな。こいつどっから来たんや。あ、お、ここ行き止まりじゃないね。行き止まりじゃないね。くそ。なんか中途半端に。うわー、うぜー。中途半端に掘り上がってよ。本当にもう、押せないじゃないか。2体。2体なら大丈夫か。みたいになろうすか。まあ、そんなこと言ってもらう。あいつなんでもいいや。これでも。食べて帰こうか。さすがにおにぎりもいっぱいあるとはいえ。まあ念のため。食ってから行こう。もったいないからね。杖がほんとブフ一つだけだからね。そこは運が悪かったな。結構殺したんだけどな。はい。はっ、ふざけんな。ギャース、さすがヘタリウの攻撃力が高いな。でね、鉄の槍もね、95本とね、結構集めてるからね、マジでもう負ける気せんわ。とりあえずトド狩りできるまでは負ける気しませんわ。マジで本当にもう何もつない、無理しなもらえない。おい、子供戦車もう一回あれやな、鉄弓99本ぐらいにもう一回戻したいところであるが、まあそこら辺はあれか。あって、満腹度もね、ちゃんと200になってるからね、力もね、もう戻ってるし、毒消し層もね、途中で取ってね、もう最高の状態だから、今。何やこいつ。ピータンか。こうしようか。はい。おにぎり食べようと。さて、行くか。もう階段あったら底降りだな。もうちょっと運悪いな。即折りだけど、まず即折りもいいけど、おっ、来たー、押すぜ、ようやく。はっ、背中だ、やったー、来た、背中は力が回復して、体力が回復するアイテムですね。せーな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 ーか、よし、来てるなー、これマジ来てるわー。これでー、すげえ、よし、回復しよっかな、ポチって押してから、ドゥルルルリーンとかなったら最悪やけどな。そんなことは絶対にはないけどな。確かめてから、あーん、そっち、右にやれや。うざい。肉いっぱい落ちてんな。食べるか。もったいないから、もったいない成人だからな。いや、もういらんか、別に。食う人ねえわ。時間もったいねえわ。せっかく録画するまでにすげえ、結構長時間やってるからね、動画撮ってる間ぐらいは。あー、ウンドゥバはね、もう一個ぐらい欲しい感じはするけど、ブフは使いたくない。やったぜ。
これ目薬1個飲んじゃうか。目薬1個やんな。よし、オッケー。さあ10回、パプレコ菌は1つぐらい欲しい感じはあるけど別にいらん。よし、さっさと降りちゃおう。20回までちゃちゃっと行きたい感じがあるんだけど、おーっと完璧にあれじゃないか。完璧にあれだよ、完全にモンスターハウスだよ。ドロロロ、わ、なんやろモンスターハウス、なんやろ。うわ、なんか来てるよすでに。ちょっと呼んどこか。あ、いたいたいた、ちょっと呼んでおこう。あー、パプレコキンいいね。ここでパプレコキンをマジ助かる。あー、ブフ使いたくないな。あー、くそ、なんか、まあまあまあ、はい、パプレコキンゴンかな。お前じゃない、お呼びでないぜ。パプレコキンこーい。あ、はい、パプレコキン、めっちゃサイレンの音やな、痛い。ブフ使うか、ほら、よし、これはもう飲むしかないな。読むしかないけど、とりあえず一旦置いとこう。一旦置いとこう。一旦置いて、おにぎりも食べとくか。一旦おにぎり食べて、これも準備して、さあ行くぞ。なんや、あっ、やめて、あっ、ナイス。死神はナイス。あ、うざいぞ。よし。普通のモンスターハウス？普通のモンスターハウスか。あ、一応食べとくか。よーし、もう怖くねえぞ。あとパプレコキンしか怖くないからな。はい、来いや、パプレコキン。普通のか。あ、これこないだ、こないだのデータ、なんかデータ違うじゃんとか思う人いると思うんですけど、ですね、実はあの後速攻で、モンスターハウス引きまして、パワーハウスだったかな、パワーハウスでもうなんかもうすごい敵が強すぎて圧倒でやられるというね、もうね、もうわけのわからん事態でね、死んでしまったからな。これは動画にはできんな。しかも、もうちょっとよく考えれば生き延びられたんじゃないかっていう感じだったから、あ、これちょっとダサいわと思って消しちゃった消しちゃった、データを。これは取れませんわと思ったわ。よし、今こんなもんかな。アイテムてか、アイテム、あ、そうか、モンスターハウス関係ないよね。モンスターハウスはモンスターハウスなんだけど関係なかったね、確か。あー、ギター拾っちゃった。まあいいか、もう、もういいよ。でもう一個ね、パプレコ券欲しいような気がするんだけどな。あ、あおりよ、あおりよ、欲しい感じはあるんだけど、来た、来てる。しかも戻った後に下に下がらないと意味ないということで、1個ゲット、ラッキー。お、おにぎりがあるからちょっと待つか。ちょっと待とう、あのおにぎりうぜえな。えい、オッケー。お前じゃないんだよな。あ、何だと。よし、おい、クロスボウや。お、パプレコキン来たよ。もう一個ぐらい。よし、いいね、これいいんじゃない、これ、これすごくいいぞ。これ勝ったな、これ勝ったな。何回言ってるこのセーフ、毎回毎回。あ、もうクリアしますわ、もうクリアしますわ。死ぬや。よし、とりあえず20回な。20回、20回まで速攻で降りるぞ。あ、お前ぜ。よし、オッケー。さあ20回まで速攻降りや。はい、お、パブリックいいね。あ、やべ、食べて、くっ、バカな。
怖いよ。あ、ついでに攻撃すればよかった。さあ来い。よし、チラ見。ああ。あ、動きが良かった。最悪。最悪。上に行けや。あ、来た。はっ、ふざけんなよ。死ぬ。いやー、危ないわ。はっ、くそ、こいつマジで。あ、落とし穴だと。あ、まあいいや。あー、怖かった。一瞬死ぬかと思ったわ。ぶっぴやった状態かよ。うざいなぁ。死ね。死ね。ほら、死ね。はっ、当たれや。よし。あーわ。減っていく。やめて。もう、バカ野郎やな、こいつら、マジで。あー、無理だ、無理だ。あー、また来た。ほら。ほら。よし。一旦回復して。あー、来たよ、なんか来たよ、なんか来たよ。よし。鉄鋼つけて。何やお前、何やお前、2回もすんなや。こいつマジで頭おかしい。もう頭おかしい。あ、拾えるなら。あ、そっか、結構食ったもんな。食わされたのが一番濃厚だけど。あ、うぜえぞこいつ。ほら、あ、よし、よう避けられるな。食べる。よし、これで安全に行こう。これ。これ。安全安全。安全しつつ、弓を回収という。おい、いいね。いいねか。し、OK。安全。安全安心。安全ペイント。あ、うざい。よし、それはまあいらねえ。使い捨ての盾欲しいな、1枚ぐらい。まあ店でしか取れんねんけど。おっと、闇袋別にいらない。もう1個あるから十分。トド狩りの時にね、闇袋を使いたいんだよな。もういいか。ここで打ちまくって、もうちょい行っとくか。てかね、試練やりすぎてね、L ボタンがやべえんだよね。めっちゃもうなんか潰れとるわけじゃないけど、もうめっちゃなんか効き悪いんだよな。結構強く押さないといけないというね。コントローラー買い直したいわ、大人の力でな。よーし、20回でブフやるんだよな。オッケーオッケー。で26回で、あー、やめて、バカバカタレ。皮つけとった。うわ、皮じゃねえし、くそ。うわー、まあいいや、もういいや。あげどるぜな。あ、もう将軍出てくるんか。将軍出てくるんか、めんどくさいな。あんまり戦いたくないな、ここはね。離脱したい感じがあるから、パプレコキン。またゲドロでレベル上げてもいいかな。あ、いた。お、
げえドロドロになったな。ちら痛い。こいつでレベル上げれるんだよな。またレベル上げるか。あ、死にそう。ああ、これレベル上げれますわ。これレベル上げまでカットですわ。よっしゃー、レベル上がる。よいしょー、戻ってきました。ね、レベル上げて、今レベル26になって、ちょっとね、階段を探してるうちにちょっと危なかったんで、ウンドゥバをね、飲みました。まあ、それだけですね。えい。来ないな。来そうな感じがするんだけどな。目回し大根嫌いやわ。お前のせいで、ウンドゥバを飲むことになったんぞ。クソが、マジで。よーし。お、店ラッキー、毒消し。あ、毒消し欲しいな。明かり。お、明かりいいね。お、保存。これ、杖なんだろう。これは多分、あれな。お、山びこ。やばいな。倉庫入れて。見切りはいらん。あ、モンスターか。うん、ウンドゥバかよ。大丈夫。あ、これ、ウンドゥバ売れるぞ。売れるぞ、ウドゥ。売れねえじゃないかよ。なんか、売りたいな。キリ、キリいらん。ほら。キリはいらんぞ。キリはいらんけどな。なんか、金欲しいな。普通はね、金なんてね、もう何ぼでも手に入るはずなんやけどな。今回ちょっと引き運が悪いな。なんか、誰か来んかな。なんか来い。なんか来い。なんか売りたいでござる。ちょっと川に帰るか。川に帰ってからウィーン。なんか来んかな。ここね、めっちゃ広いんだよな。で、ここ。ここ多分ね、開けるところあると思うけど、あんまり開けたくない感じがするんだよな。向こうの奥に、まあ、実はゲドロがすげえ溜まってるんだよな。溜まりに溜まってるからやばいんだよな。金が足りんな。金、俺に金をちょうだい。金ないな。これは無理だな。ウンドゥバゴミやな。ウンドゥバ買っとくか。したら、どうしようかな。明かりも欲しい気がする。保存は絶対いるな。保存は絶対いる。いや、待てよ。あ、もう泥棒しちゃおうか。めんどくさいな。泥棒しちゃおう。もう絶対生き抜ける自信あるし。保存毒消し飲んで。この一応ここにやれ。見切りと山びこ。三角なんだろう、倉庫かな。とりあえず入れてみるか。ほい。オープン。拾う。ほい。倉庫だったら、別に使わんけ。山びこの盾入れたいな。お、倉庫だ。だよね、よし。山彦を立てて強いのか ?5 か。待てよ。鉄骨マイナス2になってるもんな。山彦にするか。じゃあ、見切り。見切り入れちゃおう。俺の今後のために。まあ、あんま関係ないけど。鉄鋼がいらんくなって、これも拾って。いいね。で、明かりも拾って。拾える?拾えんね。あ、そっか、保存があるんか。保存があるけ。ルフルーと。ついいっぱい入れちゃおう。これいらね。して、どうしようかな。拾って拾う。よし。で、拾うと。さようなら。そっか、倉庫がある時点であれなんか、確定でできたんか。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録を
お願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。